チャンネル。アリスです。ウナだよ。こっちもいます。今日はね、アリスちゃん家にお邪魔してます。実はそう、あのね、12月だからさ、クリスマスツリーをね、飾ろうと思ってさ、この前ね、ママに買ってもらったツリーが結構大きくてね、だから、あの、学校終わってからうなちゃんと一緒にアリスの家に来ました。アリスちゃん一人で大変っていう話だったっぽいからうなも来た。こっちも手伝いに来ました。こっちちゃんも来た。それじゃあ早速、飾り付けしていこう。こっちがちょっと持ってきますね。こっちちゃん大丈夫かな。結構重たかったから。あ、カメラが。うなもやろっか。アリスもやろっか。もうちょっとだから大丈夫です。無理しなくてもいいよ。こう、わあ、疲れました。ありがとうね、こちちゃん、うん、意外とこちちゃんって力持ちだよね。え、そうかな。あのね、これ見て、これがね、ママに買ってもらった、フランフランで買ってもらったね、ツリーなんだよ。80センチくらいあるやつなの。だから、めっちゃでかいですね。そう、アリスたちの2倍くらいあるっていう噂。え、てっぺんまで届かないんじゃないですか。あのソファーに乗ってやったら、ね、そうしようかな。それはいいですね。こちちゃんを頭に乗せたら多分届くかも。こう。そうそう。なるかもですね。こちちゃんの足ボニボニだった。冬着です。それじゃあ開けてみようかな。どうやって開ける？この部分をピッと剥がして。こっちも2箇所ありますね。あ、アリス開けれた。うわ、力、すごいすごい。そして、わあ、はあ、わあ、わあ、眠ってます。わあ、かわいすぎる。わあ、ピンクのチェリーだったんだね。ピンクってめちゃくちゃ珍しくないですか。ピンクのさ、ツリーが良かったからさ、絶対だからね、あの、探してフランフランで買ったって買ってもらった。アリスちゃんピンクめっちゃ好きですもんね。普通のさ、ツリーもいいけどさ、ピンクにしました、今年は。出していきます。出してみよう。うなのお家のツリーはね、もみの木だよ。え、本物じゃん、すごっ。でかすぎて入んないかもね。ちょっとカメラを上に上げましてと。どうかな、これで。ねえ、かわいくないこれ。枝を整えていきましょう。うん、枝を。わあ、広げてみたよ。もうかわいい。すごい立派ですね。ピンクのツリー初めて見たかも。それじゃあ早速飾りつけていこうか。うなちゃん、飾りたいオーナメント持ってきた？あ、うなも持ってきたよ。あ、なんか落としたと思ったら長持ちだった。長持ちは早く食べないとカチカチになるよ。あの、アリスとうなちゃんが買ってきたオーナメントを紹介します。じゃーん、すごい長い、アリスより大きいやつに入ってる。これ丸のね、キラキラの。ア
はい、じゃあ次。次はウーナが買ってきたやつ。これ。わあ、なに？かわいいね。木でできてていいですね。これはね、奈良県の鹿と五重の塔の、多分、オーナメントなんだけど、渋くない？なかなか。こんなのあるんだって思ってさ、うな、奈良県結構好きだから。これ鹿じゃなくてトナカイで、五重の塔じゃなくて、アリスもそう思った。もみの木じゃない。次は、こっちが選んできたやつですけども、こっちちゃんがこれです。こっちが好きなジンジャークッキー、ジンジャーマンクッキーのやつですけど、わーかわいい。わーこれいいね。これがね、美味しくて好きなんで、飾っちゃおうかなと思ってます、いいね、いいね、飾ろう飾ろう。じゃあ続きましてはね、これあの魔王ちゃん、今日中学校の部活で来れないって言ってたから預かってきたんだけど、これ魔法ちゃんが飾ってほしいって言ってた。ちょっとオーナメント足りないかもしれないけど、まあまた足すということで、今日はね、今紹介したやつを飾ろうと思うよ。やろう、やろう。あ、かわいい。どんどん飾ろう。緊張が届かないからソファーに乗ってやってる。うなもこれな。奈良県。わぁ。どうかな？かわいい。いいかな？こっちもこれのジンジャーマンを飾っていきまーす。一番上かけちゃおうかな。用意してくれた金色のもつけてきます。わあ、わあ、すごい、いろいろつけれましたね。かわいい、すごい。でもなんかちょっとてっぺんが寂しくないですかね、これ。あ、そうだった。大きい星があるからね、それを飾ろうと思ってたんだ。あの星が、あれなんですね。そう、あれ持ってきて。はい。あの、コツがちょっとさっき塗装してたんですけど。うん、コツちゃん、なんで塗装してたの？あの、アリスちゃんが銀色じゃ嫌だってダダこねてきたので。アリス、やっぱピンクの星が良かったから、でもさ、売ってなかったんだよね。コツが一肌脱ぎましたので、ちょっと持ってきますね。持ってきました。こちらです。はい。どうでしょう、この輝き。めっちゃいいじゃん。こちちゃん、ありがとう。全然いいですよ。すごいね。ピンク可愛いね。じゃあこれ、アリスちゃんがこれを仕上げに。うん。届くかな、アリスちゃん。ちょっと怪しい。ちょっと届かない。ちょっと届かない。アリスちゃん頑張れ。アリスちゃん頑張れ。無理か。いや、やっぱりコツが。やったダメだ。頭に。コツちゃん、頭に乗って。やるしかないかな。うん。はい。よし。あとちょっとなんだか。できたの？多分できた。はい。はあ、ありがとう、アリスちゃん。コツちゃん、ちょっと重くなったな。あ、まあ、成長期なので。うん。食べ過ぎじゃない？わあ、できたよ、見て。わあわあ。わあ。来たよ。できたの。あれ、まおちゃんだ。まおちゃん、お疲れ様。部活終わったから来てみたぞ。すごいが、クリスマスツリーできとるじゃん。すごっ。でかっ。あれっていうか、コツがおらんが。コツも来とったよな。あれ、あれ、コツちゃんは。あれ、さっきまでいたのにね。ん、
なんか声はするけどね。声するけどどこでだろう。どこにある？どこ？あ？あれ？なんか飾られてない？こっちゃん。そういえば今日アリスちゃん家行くならお母さんが持ってきなって言ってこれ持ってきたよ。あげる。え、なにこれ。あ、うなぎパイだ。これさ、うなちゃんが大好きなやつじゃないの？こっちも好きです。うなちゃんとこっちちゃんが大好きなやつじゃないの？いいの？こんなふうにでか、なにこのでかさ、こんなでかいのあるんだ。できか。持てるかな、アリス。これ、みんなで食べようじゃ。うん。みんなで食べようじゃ。まおちゃんも一緒にね。そうだね。